さん、謎の刑がかますだってことは、一つ署内で、地区よろで。うわ、これ来週楽しみだね。祭りになるね、これ。来週の木曜を心待ちにしつつ、それでは、最初のステイチューンです。神奈川県横浜市、ラジオネーム、新井中。森山良子の棺をカラオケ店に運ぶさん、44歳の男性からいただきました。ありがとうございます。来週、スペシャルウィークだろ？大丈夫かよ？小木。ラップって、小木が頑張らなきゃいけない回じゃないの？何言ってるかわからないとか勘弁してよ。この前の放送でもあったぞ。1時10分あたりで入学式の話をしているとき、うん、俺もね、ほんとやす、本人もい、って言ってたじゃん。やすはちょっと勢いつける感じで、本人もいはちょっと可愛く言ってるんだけどさ、意味わかんねえから、来週はちゃんとやれよ。今年だと火曜日か。火曜日。あ、小木は8日にやったんだよな。やったんだよね。うん。そう。俺もね、ほんと安、こういうのもいい。生放送さすがに。ね、安だっすね。でもリズミカルに言ってんだね。気持ちはいいですけどね。ね。続いてご紹介します。千葉県柏市、ラジオネーム、すっかり春めいてきたので、うちの母は、金太郎の格好でスクーターに乗ってますさん。30歳の男性からいただきました。ありがとうございます。この番組さ、いつも誰かとセックスしながら聞いてやってんだけど、小木ってさ、なんか、たけしだって言ってモノマネとかしてんじゃん、うん、まあ、モノマネでもないんだけど、かっこ荒い。それでさ、この前放送でもいじってたけど、MC が口下手だってネタを読んで、その後に、これも嫌ですねって決まりのフレーズを、これも下手ですねって言ってたよね。下手なのを自覚してるからだろうけど、決まりのフレーズ間違えるってダメだよね。ネタ潰しじゃん。そんなん言われたら、セックスも途中で止まるっつうの。勘弁してよ、もう。最初のしこりもんは、しこり横綱、草野仁さんで、ミステリーハンターでしこるですって怒られての。MC が口下手だ。これも下手ですね。MC やってるやつが口下手だ。これも下手。口下手だ。続いてご紹介します。東京都狛江市、40代の男性からいただきました。ありがとうございます。小木、矢作、はじめましてなのら。あれ？初めてじゃないかな。やばい。まあいいや。おいら、バカの中でもトップクラスのバカしか入れない秘密組織。青空風船クラブの頭にラッパ、のせ太郎レース。先週の何曜日だったかな。夜ご飯に何を食べたか考えていたら、あっという間に夜中になって、ラジオってやつから、小木と矢作の声が聞こえてきたよ。それで、時計の針が1のところとどっかだったとき、矢作が、小木はそのデレレレ側の人だからって言ってたけど、二人はレレレのおじさん知ってるのか？おいらはルルルのおばあちゃんは知ってるけど、デレレのおじさんには会ったことないぞ。今度、風船が割れる音を聞き分ける大会をやるから、レレレのおじさん、連れてきてよ。じゃあねあ。どうかなと思っちゃうの、だから俺は。多いよ、そういうの多いの、本当に。それはわからないから、本人しか、記者の人は。おぎはそれ、デレレ側の人だから、嘘をついてるんで。続いてご紹介します。東京都狛江市、40代の男性からいただきました。ありがとうございます。
はじめましてなのら。あれ？ちょっと待って。初めてじゃないかな。あれ？さっき書いた気もするけど、どっちだろう。わかんないや。だよ。おいら、バカの中でもトップクラスのバカしか入れない秘密組織、青空風船クラブの頭にラッパ乗せ太郎レース。この前、あれは何曜日なんだろう。よくわからないけど、夜ご飯に何を食べたか考えていたら、夜中になっちゃって、どっかから小木と矢作の声が聞こえてきたよ。それで、時計の針がどっかだった時、矢作が、ちょっとやっぱここで、大人っぱっぽいとこ出たね、って言ってたけど、矢作も、大人っぱ持ってるのか？おいらも大人っぱ持ってるぞ。形は曲がってるけど、あれはちょっと大人っぽい音が出るから、おいらも好きだ。今度一緒に、大人っぱの音で、風船が割れるかどうか実験しようぜ。じゃあね。ねそんなことしてんだよ。そうだよ。あんなこういう世界でさ、大人とね、渡り合ってさ、ね、結構大人っぽいじゃん、言動とかも。ちょっとやっぱこの大人っぽいところでだな。これっぽい人とか、ね。続いてご紹介します。茨城県水戸市、ラジオネーム、とっとこ博士太郎さん。47歳のバイオリニストからいただきました。ありがとうございます。来週は特別企画の今夜はディスらないとということで、内容はよくわかりませんが、たくさんディスるんでしょうね。すごく楽しみです。ただ、お二人はディスる資格があるのでしょうか？特に矢作さん、あなたです。先週の2時5分頃に、ハッピーエンドの風を集めての話をしていましたが、話の途中で、急に顎をしゃくらせるのはいかがなものかと思います。あなたの前には、あの森山良子さんがいらっしゃったはずです。大御所の大先輩です。なのに、目の前で急にしゃくれるって、どういうことですか？悪ふざけですか？大先輩の前で急にしゃくれるのはやめた方が良いと思います。難しい。カラオケで歌ってたんだ。俺も歌ってたよ。難しい。週刊おぎやはぎ批評、今週はここまでです。俺も歌ってたよ。あれこれ確かにしゃくれないと出ないね、この声ね。しゃくれの声、しゃくれの声。あ、ほんとだ。もう俺も歌ってたよ。なんでそんなこと。なんだよ、これ。なんだよ、やばいよ、バカが、なんか頭にラッパ乗せたの。乗せたの忘れちゃったんだ。忘れちゃったんだから。忘れちゃったから長いんだよ、もう。最初の説明が。ここだけではもう、捕まりたくないんだけど。まずいね。まずいね。ちょっとそこだけは、だから、音ラッパとか、デレレ側とか、そういう言葉は気をつけていこう。そうしよう。ね、もう聞かないでください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキそういえば本番前にそうだね、おぎがスパゲティ食べてて、ナポリタン。食べてね、うん。いいでしょ、別に。で、うん、食いちぎってたね。それ、リスナーにバラそうと思って忘れてた。